今回は関数の概要について説明していきます。何度も使うひとまとまりの処理に名前を付けた機能を関数と言います。関数は、プログラム本体、呼び出し元が必要とするところで、つど呼び出しを行うことができます。関数に引き渡す値を引数と言い、関数から呼び出し元に戻される値を戻り値、または帰り値と言います。例えば、引数として渡された 値を2乗して返す関数2乗がある場合呼び出し元は引数に3を指定すると関数側で3を2乗して9が戻り値として返されますパイペンで実行しますパイペンでは日本語の関数名が使えないのでここでは2乗というローマ字で書いていますまた後から説明する関数の中身を自分で定義するユーザー定義関数を使っています 引数に3を指定しししままますす実行と表示されましたこれは引数として渡された3を関数内で2乗した結果の9が戻り値として返されそれを変数結果に格納していますプログラミング言語にあらかじめ用意された関数を組み込み関数と言いますこれまで扱ってきた画面に表示するための機能である 表示すするも組込みみ込関数の一つです逆にプログラム作成者が関数の処理の中身を独自に作成した関数をユーザー定義関数と言います共通テストでは表示する以外の関数は問題文にその内容が記載されるのでよく読んでその場でその機能の内容を理解するようにしてください例えば乱数引数に n は0以上 n 以下の整数を ランダムに1つ返すす関数とという説明があったとしますこの場合、値イコール乱数引数に6は0から引数として与えられた6までの整数のうちいずれかが戻り値として返され変数値に代入されます。パイペンでも実行します。日本語の関数名が使えないので英数字を使っています。このように実行するたびに、 0から引数に指定した値までいずれかの整数が返されていることがわかります。次に、乱数引数に n と m は n 以上 m 以下の整数をランダムに1つ返す関数というのがあったとします。値イコール乱数引数に3と6を渡すと、3から6までの整数のうちいずれかが戻り値として返され、変数値に代入されます。 パイペンでも実行します。このように実行するたびに3から6までのいずれかの整数が返されていることがわかります。次に要素数引数に配列名は引数に指定した配列の要素の数を返す関数です。要素数が6個の配列データがある場合、値イコール要素数引数に配列データを指定すると6が変数値に代入されます。 パイペンではレングスという関数が用意されており、今回の要素数と同じ役割を果たします。実行します。このように引数に指定したハイレスデータの要素数の6が返されたことがわかります。プログラムを作成する人が関数内の処理を独自に作成した関数をユーザー定義関数と言います。引数のうち呼び出される側、 関数の定義側の引数を仮引数関数を呼び出す側の引数を実引数と言います関数の呼び出しの時に実引数の値が仮引数に代入されます一般的には両者をまとめて引数と表現することが多いです例えば縦と横の長さを引数として受け渡し四角形の面積を返す関数面積は次のように定義します 関数を呼び出す側のプログラム本体は引数として5と6を指定したとします。この場合実引数は5と6仮引数は横と縦が対応します。関数内の処理で 5×6 の面積の計算が行われ30が戻り値として返され変数値に代入されます。さらに詳しく処理を追っていきましょう。 処理は関数を呼び出す側のプログラム本体から追っていきます。プログラム本体の1行目で引数に5と6が受け渡され、関数面積が呼び出されます。関数面積の1行目で変数横に受け渡された5、変数縦に6が代入されます。2行目で 5×6 を計算し、30が変数結果に代入されます。3行目で 変数結果の値の30が戻り値として呼び出し元に返されます。返された30が変数値に格納されます。そして2行目で面積は30平方センチメートルですと表示されます。パイペンでも実行します。このように関数が呼び出され面積は30平方センチメートルですと表示されます。はじめの引数の値を9に変更して実行します。 今度は面積は54平方センチメートルですと表示されました。関数についての授業は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。